皆さんこんにちは、広報の木藤優奈です。私は今秋田県にあるソーラーカー専用のコース、大潟村ソーラースポーツラインに来ています。ここでは現在東海大学ソーラーカーチームとブリヂストンの合同で車体テストを行っています。今回はその様子を特別にお届けしたいと思います。普段見られない舞台裏をぜひご覧ください。まずは今回のテストに参加するメンバーを紹介します。ソーラーカーの要であるソーラーパネルや勝負の行方を大きく左右するバッテリーなど、電気系の指揮を執る電気系リーダーの松崎。ソーラーカーの性能を最大限に引き出すための車体設計や設備を担当するメカニックリーダーの小平。そして総勢約60人のチームをまとめ上げるチームリーダーの熊林。今回の車体テストにはこの3人を中心とした総勢22名のメンバーが参加しています。はい、では始めます。はい、おはようございます。おはようございます。昨日先発隊の人お疲れ様です。本日から、ソーラーカー、2台走行します。はい、はい、それでは、体調管理気をつけて、今日1日頑張っていきましょう。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。おはようございます。インタビュー失礼いたします。はい、朝の整備をする上で心がけている点はありますか？はい、走行する上で、トラブルなどはあっては絶対いけないので、完璧な整備を心がけています。また今回は 1,2 年生も多く参加しているので、先輩たちの整備する姿や走行する姿を見て、次世代の教育にも力を入れていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。本日ファーストドライバーを務める佐川光平監督です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨年の世界大会で大きな破損がありましたが、その時のことを少し教えていただけますか？そうですね、前回のオーストラリア大会は、4日目ですかね、4日目の日に、グリッドを通過するときにリアタイヤの足回りを破損してしまいました。まあ、その時もうリタイヤを覚悟してたんですが、学生がですね、一生懸命直してくれたおかげで、2時間程度の停車で済んだので、まあ、非常に助かりました。今回のテスト走行で確認したいポイントや目標はありますか？そうですね、一つはもちろんタイヤテストに来ておりますので、新しいタイヤの性能で、あとはですね、新しい学生、新人1年生含めて数多くの学生が来ているので、その人たちがレース中にどのような動きをするかというのをですね、一つ一つ確認していきたいです。長期間の修復を得て再びソーラーカーを運転することについてどのような気持ちですか？約半年ぐらい、走行することができなかったんですが、やはり我々としては過去作ってきた全ての車体を正常な状態を維持してですね、これからの新しい世代に残せていけるように、これからもですね、維持管理をしていきたいと思います。ありがとうございます。はい、午前8時、ドライバーやチームメンバーの緊張と期待が入り混じる中、ソーラーカーが走行を開始しました。この日の目標走行距離は 800km 以上。安定した走りで走行距離を着実に伸ばします。この安定性を実現させているのはボディの設計だけではありません。タイヤも重要な役割を果たしています。ソーラーカーで一番大事なところになってくるのが、転がりを少しでも抑えるというところで、そこに特化した作りになっています。で、具体的には普通のタイヤよりもずっとうずくて軽くて、極力その転がりに影響が出ないような作りになっています。普通のタイヤって結構ずっしり重いんですけど、もう片手で軽々持ち上げられて、軽い作りになっています。ソーラーカー専用タイヤにも採用されているエンライトンについてどういった技術なのか教えていただけますか？はい、エンライトンというのはですね、当社で使っている言葉を言いますと、お客様の要望に応じて性能にエッジを効かせた技術基盤となっています。ソーラーカーなんか特にエンライトンの特徴をふんだんに使ったタイヤになっていて、普通のタイヤよりもずっと薄くて軽いっていうところが、そのソーラーカーの転がり抵抗をなくすっていうニーズにエッジを効かせて作った構造になっています。
引き続き転がり抵抗のところは少なくとも前回とは同等、まあ、できればそれ以上を目指して作っているというところと、ソーラーカーというサステナな競技に合わせてタイヤ自体もサステナビリティに特化した作りになっていますので、リサイクル部材を使うとか、そこのサステナ比率の向上を目指して今作っています。ありがとうございます。お時間いただきありがとうございました。はい、ありがとうございます。午後1時、300キロメートルを走行したところでドライバー交代です。次のドライバーは2年生の木村です。初めての秋田の走行だと思うんですが、どのようなお気持ちですか？そうですね、まずは今日初めて走るコースということなので、とりあえずは安全に、で日差しも出てきてちょっと暑くなってきたので、体調管理にも十分気をつけながら頑張って帰ってきたいと思います。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。私は現在司令車にいます。司令車ではソーラーカーに情報を伝えたり、ソーラーカーから情報をもらったりしています。長時間の走行お疲れ様でした。運転前は緊張していたみたいですが、走行を終えてどのような気分ですか？最初はちょっと初めてソーラーカーを運転するということで結構緊張してたんですけど、走り始めて1時間ほど経ったところから徐々に気持ちもなんか楽しい気分になって、走行には慣れてきました。走行中は手を振る場面もありましたね。8月に行われるワールドグリーンチャレンジではドライバーを務めるということですが、大会の意気込みを教えてください。はい、ワールドグリーンチャレンジでは、今回走行した、ところでまだ慣れていない改善点だったり、これからもっとよくできるところがあると思うので、そこをしっかり思想とかで練習して、ワールドグリーンチャレンジに挑もうと思います。これで今回の車体テストは終了になります。私たちは世界大会の優勝に向けてこれからも努力してまいりますので、引き続き応援よろしくお願いします。今回この場を設けていただいたブリヂストン様、ステークホルダーの皆様に感謝申し上げます。